今回の動画ではタイガースの最新情報として、故障や不調に苦しんでいた3投手の一軍復帰が近づいている件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、阪神ファンでチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速見ていきましょう。全球団との対戦を終え、借金に、首位中日とのゲーム差は3となっているここまでのタイガース。不動の4番である大山選手を中心にクリーンアップが苦戦しており、チーム打率はリーグワーストの2割6厘となっています。そんな状況の中でなんとか借金2で踏みとどまれているのは、投手陣、中でも中継ぎ陣の踏ん張りが要因でしょう。救援防御率はリーグトップで、驚異の 1.45 を記録。これはかなり驚異的な数字です。岩崎選手、ゲラ選手というダブルストッパーを中心に層が厚く、今シーズンも非常に期待が持てます。このまま全員が好調をキープできるとは思えませんが、そうなった時に頼もしいのが、現在2軍調整中で、1軍復帰が近づいている3選手です。その3選手について、湯浅選手から順番に現状を見ていきましょう。昨シーズン思うような結果が残せず、復活が期待された湯浅選手。しかし、紅白戦とオープン戦で岡田監督に苦言を呈されると、キャンプ中に2軍へ降格することに。岡田監督は湯浅選手に対して、無理や。いろんな面でやり直さなあかんのちゃう、と厳しいコメントを残しており、2軍で再び1軍昇格のチャンスを待つこととなりました。しかし、3月上旬に体調を崩すというアクシデントが発生。体調不良の詳細については明かされていませんが、復帰までに時間がかかり、3月22日にようやくブルペンでの投球練習を再開しました。しかし、体調不良の間に体重がかなり減ってしまったようで、本人は、まだ万全ではないので、しっかり上げていけるように、とコメント。すぐに実戦復帰とはならず、慎重に調整を進めることとなりました。そして迎えた4月13日。ソフトバンクとの2軍戦で、湯浅選手は久々のマウンドへ。3点ビハインドの9回に登板すると、わずか9球で三者凡退に。ストレートは最速150キロを計測するなど、復帰登板としては上々の内容でした。和田監督は試合後、スピードガンはそこそこ出てたけど、2人目まではアウトではあるけどマシンで捉えられていたので、3人目でやっと空振りが取れるようになって、と言及。三者凡退ではあったものの、ストレートを捉えられていた点については今後の改善点として挙げていました。一方、仕方ないよ、実戦から離れてたから。投げていく中で微調整していくしかないからね。今日は投げるたびに良くなってきたかなと。次を楽しみにね、と語り、今後への期待を明かしています。本人もめちゃくちゃ良くなっていると思う。投げるたびに感覚も上がってきている。もっと試合でバッターに投げていけば、良くはなると思うので、本当に少しずつですけど、上げていけるように頑張ります、と手応えを感じているようで、今後のピッチングが非常に楽しみですね。続いて、石井選手について見ていきましょう。昨シーズンキャリアハイとなる44試合に登板し、セットアッパーとして活躍した石井選手。今シーズンもセットアッパーとしての活躍が期待されていましたが、オープン戦で防御率 7.00 と苦戦し、心配の声が上がっていました。なんとか開幕1軍入りは果たしたものの、初登板となった3月30日の巨人戦で1回2失点と苦しいピッチングに。オープン戦から含めると3試合連続失点で、明らかに本調子ではありませんでした。その後はベンチ外になるなど登板の機会がなく、4月3日に2軍へ降格。本人は不調の原因について、キャンプ終わりにかけてフォークの精度が良かったけど、少し誤差が生まれている。まずは、そこを直していかないといけない、と分析しており、修正を誓いました。降格後初登板となった4月5日の広島戦で2つの三振を奪って三者凡退に抑えると、その後も2試合続けて無失点と好投。
ここまで3試合に登板し、いずれも無失点に抑えています。状態が上がってきているようにも見える石井選手ですが、和田監督は、要所でフォークが落ちないっていう。最後もいい当たりされて終わってるんで、そういうところだろうね。本人も変化球のキレを課題にして取り組んでるんで。良い球もあったけどね。大地の場合は要所で投げるピッチャーなんで。一球が命取りになってしまうから、と語っており、二軍降格時に語っていた課題は克服できていないとのこと。しかし変化球の課題を指摘した一方で、状態は上がりつつあるよ、とも語っており、徐々に本来のピッチングへ近づいているのは間違いないでしょう。本来の実力を考えれば、7回8回あたりを任せられる選手なので、交流戦あたりには万全な状態で戻ってきてほしいですね。そして、ビーズリー選手も復帰が近づいています。キャンプ中に右肩のコンディション不良が発覚し、調整が遅れていたビーズリー選手ですが、4月2日に行われた2軍の中日戦で実戦復帰。久々の実戦登板だったにもかかわらず、最速153キロを記録するなど球速も出ており、スイーパーやスプリットもしっかり制球できていました。和田監督も、元気な頃のビーズリーの球だよね、完全にね。腕もしっかり振れていたから、最初の登板としては、良かったかな、と絶賛しており、順調に来ていることは間違いないでしょう。そして7日に2イニングを投げると、12日のソフトバンク戦では先発のマウンドへ。初回にフォアボールが絡んで2失点したものの、その後は立ち直り、3回2失点という結果に。それでも和田監督は、今日は先発でいろいろね、試したいこともあってのことなんで、と語り、収穫を強調しました。その一方で指摘したのが、クイックについて。和田監督は、やっぱりランナーを背負った時のクイックが課題というかね。足の遅い選手にも走られてたからね、と語りました。実際、3イニングで盗塁を3度も企画され、そのうち2回が成功。2022年に1軍で10盗塁をマークした俊足の野村選手だけでなく、リチャード選手に盗塁を決められる場面もありました。1軍では弱点を徹底的に突かれるので、クイックの課題を克服するのは必須でしょう。先発、中継ぎのどちらで行くのか注目されるビーズリー選手ですが、今後は先発として調整する見込みで、次回は5イニングを投げるとのこと。大竹選手や伊藤選手が思うようなピッチングをできていないこともあり、先発として登板のチャンスを待つようです。昨年はシーズン途中に先発へ転向するという難しい役割の中で奮闘してくれていたので、今シーズンの活躍にも期待したいですね。今後のピッチングから目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。